皆さんこんにちは、ツコミゴードです。明けましておめでとうございます。2020年になりましたね。よろしくです。韓国に何があった、何があった。あのね、この動画めっちゃもっと早く作るつもりだったけど、まあいろいろあってね、あのちょっとこの動画遅れちゃって、多分みんな韓国に何があったのかって、あ、結構すごいの想像してるから、今からまあ本当のこと話して、みんなのリアクションはなんだよそれだけかよ、どうでもいいよゴード、みんなそんなリアクションすると思うので、この動画にいいね押してください。話の流れが違うか。とりあえず韓国に行く前に、あの去年の9月ぐらい YouTube のイベントにオーストラリアに行ってたじゃん。その時に俺新しいノートパソコン買った。これかっこいいやつやろ。これ結構いいやつで、オーストラリアで思いっきり買っちゃって、なんか板橋区の家にちゃんとしたパソコンあるんだけど、仕事とかでなんかたくさん海外行ってたら、その時も動画作ってあげたい気持ちがあったから、あの新しいハイスペックのノートパソコン買っちゃって、そして日本に帰って、これ全然使ってなかったけど、韓国に行ってバックツードラムやりながら他の動画も撮って、このパソコン思い切り使いたいという気持ちだったけど、壊しちゃった。パソコンなんか2日目3日目ぐらいにこのパソコン壊して、なんかプログラムとか、なんかどんだけ速いなのか、ちょっといろんなプログラム同時に、なんか作業して、めっちゃ熱くなって、で、俺結構、まあ、イラッとしてるっていうのもあって、で、その時俺一人で、Airbnb でビール飲んでたからね。なんか結構雑にパソコンバーンって置いて、その時なんか下に傷ついて、その後に、もう、つけられなくなった、電気。で、まあそのパソコン壊れたっていうのも大変だったけど、一番自分的には大変だったのは、数年ぶりは自分のことを嫌いになった。あれで。もう俺何やってんだと思って。なんか、韓国で気持ち切り替えて、ね、俺怠け者だから、なんか気持ち切り替えて頑張ろうと思ったんだけど、Airbnb で一人でビール飲んで、パソコンなんか、雑な扱いして壊して、しかもなんかみんなスーパーチャットとか、なんかファンたちからお金もらってるからさ、なんかこんなパソコン買ってすぐに壊してさ、なんか人のお金無駄にしてるとか、なんかまあそういう婚約者たちの気持ち裏切ったっていう気持ちにもなって、多分初めて知ったんだけど、俺まあ自分なんか生まれてから結構自分のこと好きだったから、分からなかったけど、知らなかったけど、自分のことが嫌っていうのは結構辛い。結構辛かったよ。なんかそ、ね、パソコンの問題じゃない。そういう自分が嫌っていうのは辛くて、何もやる気にならなくて、とりあえずパソコンの問題置いといて、やっぱ自分の精神もうちょっと鍛えるべきやなと思って、そして一人の時、まあ、なんか、一人の時もお酒も飲まない方がいいなと思った。でもこんなんで終わってたまるかと思って、それでも頑張っていこうと思って。まあ、その、韓国にいる間ずっと毎日バックツードラムの練習してたから、3時間。一応それがあった。一日の24時間の中の、まあ一応3時間の頑張りはあったけど、また気持ちを切り替えて頑張りましょうと思ったら、俺風邪ひいた。まあ、韓国は寒くて、その上に、お姉さんとゆるも風邪ひいてて、俺結構一緒に行ったから、まあ風邪がうつるわけじゃん、ってなって、で、風邪でね、数日間、なんかそんな大変じゃなかった。鼻水とか全然出なかったけど、調子出なかった。絶好調じゃなかった。せっかくバケツの動画たくさん撮りたかったけど、なんか、本体の、パワーの 70%、80% しか出せなくて、悔しかった。まあでも、韓国には4週間も行ったから、その後に、風邪治って、復活だと思って頑張ろうと思ったら、
めっちゃ韓国の空気が悪くなって、Airbnb の中に清浄機、空気の清浄機がなくて、もう外から入った空気、そのまま吸うしかなくて、それでまた体調悪くなってた。やっぱり綺麗な空気吸えないと、人間はね、やりづらい。あとそれぐらいかな。韓国にあったこと。まあとりあえずなんか本当に自分が嫌になって、俺何やってんってなって、なんか最近そんな自分が頑張ってるっていう気分になれなくて、なんかまあ頑張ってる時さ、俺が頑張ってるってなんか深いなんか満足感があるんだけど、それがなくてね。トンヒンヨッチョン、韓国でイベントとかに行って、なんかみんなに俺のバケツドラム見せるっていうのもたくさんあって、なんでこの時だけ体調ちょっと悪いんだろうなっていうのも。俺、オーストラリアに帰ってきて、その MSI、このパソコンの会社のところに行ったら、タダで直してもらった。恵まれてるね。なんか俺こんなダメなやつでも愛されるって不思議やな。むずるいと思う。めっちゃいいやつでそんなに好かれない人が絶対いると思う。で、俺がもうこんなダメなやつで、なんか俺、半分俺のせいでパソコン壊れたし、それでもなんか会社の人たち、あ、いいよ、タダで直してあげるとか、マザーボードとか、あの、ファンとか全部入れ替えてもらった、このパソコン。すいません。だからパソコンも使えるし、今お兄ちゃん家に行って、あの、倉庫、車、車庫があって、毎日そこでバケツドラム叩いてるし、動画撮ってるし、あの、まあ、このツコミゴードの動画も撮っていくで、ね、今年2020年はさすがにもう、ふざけないで、本格的に頑張らなくちゃいけないと思って、あの、思ってたより、その、俺の精神が弱かった。全然弱かった。ま、今年はいい一年になると思うんで、俺も学生になる楽しみ。学生はなんか楽しみ。一時間でもう飽きたってなるかもしれないけど、それまでは楽しみにしてる。まあ、それは韓国にあった話。あの、もっとすごいのを想像してたら、ごめんね、地味で。ということで、俺の婚約者たちさ、自分のこと嫌になっちゃダメだよ。自分のこと嫌いに言ったらもう何も始まらないから。とりあえず、今年はみんな自分のこと愛しよう。自分のこと好きになりましょう。そんじゃ、またねー。